三田国際公園都市北雪三田ニュータウン、カルチャータウンカルチャータウンは、兵庫県三田市にある、ニュータウンの一つ。神戸三田国際公園都市の南部、北雪三田ニュータウンのうち、三木市に接する、西側の地域にあたる。兵庫県により開発され、計画面積は150ヘクタール、計画人口は6000人で、一部では2012年現在も、 宅地の造成や分譲が進められている。タウン県内の住居表示は学園で1丁目から8丁目まである。中でも特徴的なエリアは兵庫村、ワシントン村で兵庫村は日本の伝統的な在来工法によって建築した大型木造住宅、ワシントン村はアメリカの郊外型住宅地をモデルにした木造枠組み壁工法設計の色とりどりな 洋風建物が立ち並んでおり、送電線も道路に埋設され、一部でクルドサック型の道路を導入している。また、緑豊かで整然とした街並みを保全するため、建築物の形態や色彩に規制が設けられているなど、宣伝された景観に最大限の配慮がなされている。分譲当初は1億円以上の物件が多くを占め、三田市内でも屈指の高級住宅街となった。 タウン内には、関西学院大学や兵庫県立三田小雲館、高等学校があり、広い校庭と近隣風景に溶け込んだ美しい校舎が並ぶ。交通面では、新規バスが乗り入れており、JR 宝塚線の新三田駅や、フラワータウンセンター方面を結ぶ路線を中心に発着する。この他にも、三宮駅や神戸空港に向かう。 特急産の宮船もタウン内を経由する。また、関西学院大学や、小雲館高校の学校行事に合わせて、臨時ダイヤが組まれることもある。関西学院大学神戸三田キャンパス、兵庫県立三田小雲館高等学校タウン内に、あるのは、2009年6月にオープンした、ファミリーマート、三田カルジャータウン店のみ。コンビニエンスストアでは珍しい切り妻屋根と、 アイボリー塗りの木造 FP 工法で建てられ、付近の景観に溶け込む外観が特徴。関西学院大学のすぐ近くに立地しており、一日を通して多くの学生が集う場所の一つとなっている。同店を除けば、基本的に隣接するウッディタウンにある各商店まで足を伸ばす必要がある。過去に同店の南の隣接地に阪急ミニオアシスが営業していたが閉店。 跡地には2018年になって、兵庫県企業庁が主導して造成された、県内産食品の販売所やレストランを備えた商業施設、三隈滅場、ブレッツァがオープンしたが、周辺のスーパーマーケットに立ち打ちできず開店から1年で、運営を受託した業者が撤退し一時閉店となった。ありがとうございます。